こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います。今日のテーマはこれですね。コロナがきっかけ。働かない自由が保障されるベーシックインカムの世界に変わるのかっていうね。こういうテーマで話をしていきたいと思います。質問いただきました。いつもためになる動画ありがとうございます。楽しく拝見してます。ベーシックインカムという制度が気になっています。よく理解しているわけではないのですが、誰でも一生お金をもらい続けられるというような説明を見て、すごい。そんなの嬉しすぎる。そんなの夢物語だよね。 という両方の気持ちを持っています。もしお時間があれば、ベーシックインカムについて動画で解説していただけないでしょうか。よろしくお願いします。と。こういう質問いただきましたんで、今日の話題にさせていただきました。ベーシックインカムは、新型コロナウイルス感染拡大による経済状況の悪化もあって、注目が集まっている制度なんですね。なかなか面白い制度なんですけど、もちろん期待もあれば心配もあると。そういうわけで、この動画では次の2点を解説します。1つ目が、ベーシックインカムの5つの期待と3つの心配。 二つ目に、フィンランドの実証実験の結果と、この二点について解説したいと思います。そうなんですよ。この制度はすでにね、フィンランドとかオーランダで実証実験済みなんですよ。で、スイスは導入するか国民投票済みと否決されたんですけどね。っていう感じで、まあ現実的に検討が進んでる制度ということで、ぜひ最後まで見て、自分自身がベーシックインカムを手に入れる方法について考えてみていただければと思います。でね、解説いきたいんですけど、ベーシックインカムの5つの期待と3つの心配について話したいんですけど、 ベーシックインカムっていうのは、要は政府がね、みんなにお金を配る制度のことなんですねで。いろんな考え方とかパターンがあるんですけど、無条件で定期的に最低限生活できるだけの金額をっていうのが一般的なイメージと。パッと聞いてね、これをやばいってすごいって、ぜひ欲しいみたいなね。え、だって何も言わずに無条件でずっともらえるんでしょうみたいな。思いませんすごいな、欲しいな、みたいなね。 実際ベーシックインカムにはたくさんの期待がかかってるんですね。期待1と、もう首なんて怖くないと。ベーシックインカムがあれば失業しても大丈夫なわけですね。だって仕事を辞めるっていう選択肢持てるわけですから、生活心配しなくていいわけですからね。嫌味な同僚も、ブラックな環境もね、こんな上司もと、怖くないと。いいか言っておくぞ。少しでも俺のせいじゃない部分があると感じたら、俺は全力で保身に走る、みたいなね。まあそんな上司ね、すごく嫌ですけど。 そんな上司がもしいたとしても怖くないと。皆さんどうですかもうブラックな環境とかもそうですし、嫌な上司もこの上司ともう生活費さえ心配なかったらもうすぐにでも離れたいとかいう方いらっしゃいませんかだからベーシックインカムとかが決まったらね、こういうことももう怖くないと。期待に貧困を解決ですね。みんな生活しているだけのお金をもらえればもう貧乏で困ることもないと。で期待3、チャレンジャーが増える。生活の安全が確保されていければ新しいビジネスにチャレンジしようっていう気持ちにもなりやすいですね。 やっぱり新しいビジネスにチャレンジはしたいんだけど、やっぱり生活がな、家族のことがなとかあるからなかなかね、チャレンジしにくいって方もいらっしゃると思いますんで。でも生活の安全が確保されてたら安心してチャレンジできる環境ってわけですよね。期待4と、子供が増えるということですね。本当はもっと子供が欲しいけど我慢するっていう人に理由を尋ねると、一番はやっぱりお金の問題なんですよね。このデータにも出てるんですけど、子育てや教育にお金がかかりすぎるからっていうのが、やっぱりね、一番のもう問題と原因ということですね。 ベーシックインカムでこれが解決すれば子供はきっと増えるっていうのが期待4。それから期待5が社会保障のシンプル化ですね。ベーシックインカムで最低限の生活が保障されるのであれば、いろいろややこしい制度を作って、不正受給とかもう利権とか、誰にどうするのとか、もうごちゃごちゃやらなくっても社会保障はシンプルで OK ですよね。お金を配るだけで済むと。いろんな難しい制度も廃止すれば、いろんなもうシンプルに済むってことはいろんなコストが下がるってことでね。ここまで見るといいことづくめに見えますよね。 でもね、そういうわけにもいかないと。よしじゃあベーシックインカムを導入しようってなかなかならないのにはもちろん理由があるわけですね。当然といえば当然のことなんですけど、心配一お金が足りないんですね。じゃあその配ったらそれはいいかもしれないけど、その配るお金、財源、お金をどこから持ってくるのかっていう話ですね。じゃあなんとか準備できる範囲の金額でってことになると、すると生活費には全然足りないっていう話になりがちなんですよね。 じゃあ今政府の予算的にベーシックインカムをま導入するとしたら、月々一人当たりそうですね、3000円になりますって書いて、ベーシックインカムですって書いてね、言われても、もう全然そんな生活できへんっていうね、そういう話になっちゃいますよね。心配に、やる気がなくなると。ただでさえ働かないおじさん問題があるのに、ベーシックインカムで生活が保障されたら、どうでしょう、国民の9割が働かなくなるかもしれないっていうね、こういう心配もあるわけですね。どうでしょう、皆さん。 実際のところ生活費もう何もしなくてもお金が毎月入るってなったら、あ、私は働かなくなりそうだなとか、いろいろあると思うんですけど、皆さんはね、どうでしょう。心配さんと、給付対象者の選別ですね。みんなにお金を配るの、そのみんなって誰っていう問題なんですねえ。その国に住んでる人、その国の国籍を持ってる人、所得の低い人、これら全部を兼ね備えている人とか、この国籍なのか住んでるのかとか、この辺はいろんなパターンが考えられるわけですね。 立場の違いによる対立とか差別とかも増えるかもしれないとこれがね心配3つになってくるんですねでここまでベーシックインカムを導入するとどうなるのか理屈で考えてきたんですけどここからは現実を見てみましょうということで次はね実際の実験の結果を見ていきたいとフィンランドの実証実験の結果これですね1つ目まずベーシックインカムをもらうとハッピーになるってことですね ベーシックインカムをもらう人は、もらわない人に比べてこんな感じでハッピーなんですね。まず健康っていうことです。ここね、実際のデータで出たんですけど、ベーシックインカムをもらっている人のグラフはこの上の方なんですね。青っぽい部分が多いですよね。この青っぽい部分が多いっていうのは、健康状態がベリーグッド、グッドっていう人が多いんですね。つまり健康状態がいいと。そして低ストレスなんですね。これも同じく上なんですけど、ベーシックインカムをもらっている人のグラフは上の方で、赤っぽい部分が少ないんですよね。 つまり、ストレスレベルが高い。とても高いっていう人が少ないと。なので、低ストレスと。さらに、高信頼なんですね。ベーシックインカムをもらってる人の方が、他者への信頼、法制度への信頼、政治家への信頼などが高い傾向にあったってことで、もらわない人に比べてこんな感じでハッピーだったよと。お金をもらうことで、健康になってストレスが減って、周りを信頼できるようになるっていう、まあ、当たり前のような皮肉なような、何とも言えない結果ですね。これを見た僕の頭の中には、どこかのアヒルちゃんのね、 お金は大事だよ、みたいなね、感じの歌がね、流れました。やっぱりお金ってね、大事だなーみたいな感じですかね。で、それから二つ目。ベーシックインカムは労働に影響しないと。ベーシックインカムをもらった人ともらわなかった人で、労働日数も稼いだ額もあんまり変わらなかったんですね。労働日数もあんまり変わらないし、稼いだ額もあんまり変わらないってことで。 なんかね、ちょっと不思議というか、なんともな結果ですよね。ベーシックインカムの話を聞くと、そんなの導入したら全員働かないおじさんになっちゃうって心配する人は多いけど、意外とそうでもないってことですね。ベーシックインカムがあってもなくても、働く人は働くし、働かない人は働かないっていう、まあそんなもんなのかもしれないですね。で、僕自身、今生活の心配がなくっても、まあなんだかんだね、まあ仕事というかやってますしね。 ま、生活のための労働から自分の人生で本当にやりたいことの実現に向けた労働って感じ。まあ、労働と表現するかわかりませんけど、そういう仕事にね、なってきますんで、意味は変わってくるのかもしれませんけど。で、でもその一方で、ベーシックインカムがあったらチャレンジしやすくなって、めっちゃ新規事業とかが立ち上がって、みたいなことも起きなかったわけですね。まあ、僕は個人的にはちょっとここはね、ちょっぴり残念な気もしますね。ところでこの実験、実際のところどんな内容だったのかっていうと、詳細を確認してみるとこんな感じなんですね。 2017年から18年の2年間、失業者のうちランダムに選ばれた2000人に毎月約7万円を配る。職探ししなくても配るし、収入があっても減額しないっていう。あれと。ちょっとこれ聞いてイメージと違うなーって思った人も多いかもしれないんですけど。 対象者は失業者だけだし、期間は2年間だけだし、金額は月7万円だけとで。ちなみにこの月7万円っていうのを聞いて、もしかしてフィンランドって生活費安いんじゃないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、フィンランドの生活費って日本とそんなには変わらないんで、フィンランドでは物価が安いから月7万円もあれば余裕で暮らせますみたいなオチはないですよってことですね。で、だからこの実証実験については、こんなのベーシックインカムって言わないとか、こんなんじゃベーシックインカムの効果は測れないっていう意見も出てるんですね。 実際前半で挙げた期待とか心配事についても、この実験で分かったのは、まず期待3のチャレンジャーが増える。これについてはそうでもないと。で心配にやる気がなくなる。これもそうでもないと。本格的な導入とか大規模な実証実験というのはこれから進んでいくと思われると。まあ、壮大なね、社会実験ということになってくるのかなと思います。 ちなみに今回は触れませんでしたけど、ベーシックインカムの考え方の一つとして、世の中は賢い人に任せて、そうじゃない人はベーシックインカムをもらって、好きに暮らした方がトータル世の中良くなるんじゃないのみたいな、そういった考え方の背景のね、ベーシックインカムもあるんですね。会社とかコミュニティとかでも、人が多すぎると意見がまとまらないとかあるじゃないですか。場合によっては足の引っ張り合いになると。妬みとかがね、始まったりとか、まあそういった場合があったりしますよね。 だから、そういう人たちが感情がぶつからないように、賢い人にやってもらった方がトータルいいんじゃないみたいな、ね、それ以外の人はもう、ベーシックインカムももらって、楽しく暮らしといて、世の中は一部の賢い人たちが考えて、そこに集中してもらった方が、トータルみんなにとって効率がいいんじゃないみたいな、そういう考え方のベーシックインカムもあるんですね。まあ、これはこれで一理あるような考え方というか、まあ、いずれにせよね、今後どうなっていくやら見守りたいかなと思います。 でね、まとめに行きたいんですけど、日本でこういう制度を導入できるまでにはまだまだ時間がかかりそうと。僕自身はね、ベーシックインカムが好きです。全世界の人に最低限生活できるお金がしっかり配られるなら、それはまさにね、全員が経済的自由を達成できるってことになりますから。でも、現実問題としては、財源やら給付対象やら、心配が多いのもわかると。日本でこういう制度を導入できるまでには、ま,あ、まだまだ時間がかかりそうということですね。なんで、僕のおすすめは、 個人個人がそれぞれマイベーシックインカムを作ることってことですね。金の鶏と,とか資産所得とかお金のなる木なんて言い方してますけど、不動産所得とか配当利子所得ですね。つまりこういった金の卵を産む鶏、お金のなる木を植えることができれば、得ることができれば立派にね、マイベーシックインカムとして機能するよってことですね。このチャンネルではマイベーシックインカム作りのための良質な情報をこれからもどんどん発信していきますんでね、一緒に学んで行動していきましょう。ということでね、以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。 こういう事態になって、ベーシックインカムの制度に注目が集まっていると。期待される面、心配な面、どちらについても、やっぱりまず知っておくってのはいいことですよね。その上で、マイベーシックインカムを作るためにね、行動してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。金の鶏を育てていくってことですね。誰でもマイベーシックインカムを作れるようになるってことは可能なんで、政府のベーシックインカムに期待しなくても着実にね、自分で作っていけますから、お金にまつわる五つの力の増やす力を鍛えてね、機能よりもね、一歩、より自由でね、豊かな人生にしていきましょう。 いうことで、これからもしっかり学んで行動して自由の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。それでは今日もい,い一日を。